はい、どうも皆さん、こんにちは、おもちゃ TV です。ということで、今回はですね、おもちゃ TV セカンド、プレゼント企画やっていきたいと思います。夏休みプレゼント企画と言ったところで、はい、夏休みも、あと、もう半月ぐらいだと思うんですけど、残りの夏休みの期間ね、毎週末、PSN カードなどのプリペイドカード、こちらを5000円分、1名の方にプレゼントしようかなと言ったところで、ちょうど、月曜日今日から始まってそうだね、今週だと20日かな20日に PSN カード5000円分1人プレゼントしたいということで、その次は27ですね。その次は27で、最後9月3日までやろうかなというふうに思ってるんですけど、今回のねプレゼント企画の応募方法は、こんな感じになっております。はい、ということで、毎週末、プレゼント、していくんで、なるべくならね、皆さんおもちゃ TV をしっかり、見ている人に、確率を高く、プレゼントしたいということで、プレゼント企画の、抽選対象となっている動画に、高評価とコメントを残してもらうといったところを、一つの条件にしております。プレゼント企画の抽選対象となっている動画っていうのはどういうことかというと、ウイニングイレブンのアプリの動画は、この月曜日から出していく動画は全部、抽選対象になってます。なんで、その動画に、高評価と、コメントを残しておいてもらえれば、普通にね、その中から1つ抽選して選ぶので、大丈夫ですということで、その中のどれか、動画1つでもいいですし、全部あげればね、全部すると、確率がちょっと上がるのかな、微妙に上がるぐらいで、とりあえず毎日見てる人にね、少しでも、確率が高くなるように、こんな感じにしてみました。で、2つ目は、チャンネル登録をしてもらうことですね。これは前の、プレゼント企画のやつと一緒かな。で、最後に、1番目と2番目の高評価とチャンネル登録していることとメッセージがしっかりと分かるように受け取れる状態にしてもらうことといったところで、これ今回高評価とコメント、してもらって、チャンネル登録してもらうっていう、条件があるんですけど、実際にねその抽選で当たった人が、ちゃんと高評価と、チャンネル登録してるのかっていうのを確認しなきゃいけないんで、その人のアカウントに飛んで、なんで自分のチャンネルでねしっかり高評価とチャンネル登録がこちら側に見れるように、公開されてるようにしといてくださいといった感じになっております。大体はそんな感じで、この3番のね高評価とチャンネル登録をしていることとメッセージがしっかり受け取れる状態にしていることっていうのが、結構どうやってやったらいいのかわからないっていう人も多いと思うんで、ここら辺はね最後に説明していこうかなというふうに思います。とりあえず、抽選対象となっている動画に、高評価と、コメントしてもらえれば、それだけでね、普通に、週末になると、もしかしたら PSN カード5000円分が当たるかもしれないということで、なんだろう、普通にねPSN カード欲しいですとか、そういったコメントは別に特にしなくていいです。何でもいいね。普通に、動画で感想とか、動画の感想で、別に大丈夫なんで、動画の感想を書いてもらえれば、特にね PSN カードが欲しいですとか、書く人もいるんですけど、それでも別にいいんですけど、普通の、動画のね感想のコメントだけでも全然いいんで、それはね各自といった感じでお願いします。ということでね、じゃあ3番の高評価とチャンネル登録していることとメッセージがしっかりと分かる&受け取れる状態にしてもらえるっていうね、この設定をどうすればいいのかっていうのをちょっとおもちゃ TV の方で捨てアカを1個作ってきたんで、そちらの方でね、ちょっと紹介してみます。はい、ということで、ちょっとアカウントの、説明というか、この1番と2番の高評価とチャンネル登録がしてあることが分かる状態にするっていうのをまずは説明していこうと思います。やり方は簡単で YouTube のアプリの方から自分のアカウントこちらの方に入ってもらって、こういうね感じで、動画説明ということで今回ちょっとステアカ作ったんですけど、ここでね普通にマイチャンネルっていうのを押してもらって、そうするとね、この歯車マークみたいなのが、多分出てくると思います。で、今この上にホームとか動画とか再生リストとかチャンネルとかって出てきてる人もいると思うし、出てきてない人もいると思うんだけど、まあ、とりあえずちょっとそれは置いといて、この歯車のところを押すと。でそうすると、このプライバシーってところがあって、高く評価した動画を全て非公開にする、全てのチャンネル登録チャンネルを非公開にする、保存した再生リストを全て非公開にするっていうのがあるんですけど、これ本当は毎回こうなってます。全部こうなってて、初期のやつは。だから高く自分が評価した動画が、まあ、相手に見られなかったりとか、登録したチャンネルを、まあ、非公開なんで見られないようにするっていうのがデフォの設定としてなってるんですけど、ここをね、確認、おもちゃ TV はここを、非公開にされると、実際にその人が高く評価してるか、チャンネル登録してるかってことがわからないので、ここをオフにしてもらうことで、この人がチャンネル登録をしっかりしてるかっていうのと、高評価をしてるのかっていうのが分かるようになります。で、これどうやって分かるかっていうと、普通にね、これだと今出てきてないんだけど、まあ、例えばこのホームとか動画とか再生リストがある場合だと、動画とか、この再生リストとか置くと、高く評価した動画としてここに出てくるんで、あ、この人、この動画を高く評価したんだとか、まあ、今だったらね、おもちゃ TV の動画の方をちょっと仮に高く評価してるんですけど、あとは、でもチャンネルだったらこのチャンネルを登録してますっていうのが分かるので、まあ、これで確認することができるよといった流れになっております。で最後のメッセージが受け取れるようにしてもらうことっていうのは、ちょっとね、違う、アプリの方ではできないので、まずこちらの Google の方に、まあ、スマホで入ってもらって、Google でも Google Chrome でも多分大丈夫だと思います。ダメだったら Google Chrome とかでやったりとか。で、この、サファリとか、まあ、Google とか、そこら辺の方から YouTube に検索して YouTube 入ってみる。そうするとね、PC のモードになってます。で、ここで、なんかそのアプリにしますかみたいなの出てくると、ちょっとね、めんどくさいことになるんですけど、それが出てこない場合は、普通に、この PC の画面で見ることができるといった感じで、で、これを押しちゃいけないね、絶対。パソコン用の、ウェブサイトにダイレクトされてます。モバイル用の YouTube に戻りますか？これ絶対戻っちゃダメ。で、とりあえず、この PC のYouTube の方を開かないとダメと。メッセージを受け取る設定をするためには。で、まあ、PC がある人、自分で自宅にパソコンがある人は、パソコンから見れば、その設定は普通にできるんで、今回ちょっとスマホだけしか持ってない人のためにちょっと説明していきます。で、まず自分のアイコンのところを、まず左のね、ところをこう押すと。そうすると、マイチャンネルとか出てくるでしょ。で、マイチャンネルをこう押してみて、そうするとこうなってんだよね。なるほどね。で、歯車のところを押して、はい。で、本来だったら、このさっきもこのプライバシー設定みたいなの出てきたでしょ、アプリで。だけど、アプリと違うところは、このチャンネルのレイアウトをカスタマイズみたいなところまで出てきてるわけ。アプリでは出てこなかったでしょ、こんな。チャンネルのレイアウトをカスタマイズするとか。これがね、本来ね、オフなんですね。オフになってる。デフォはオフになってるんですね。で、オフになってるとどうなるかっていうと、このほら、さっきのホームとかのやつが消えちゃってんだよね。なるほどね。だから、これを、デフォだと、これがレイアウトカスタマイズっていうのがオフになってるんで、ここをオンにしてください。スクロールして。そう、ここをオンにすることによって保存で、ちょっと時間かかるんですけど、これが、さっきのホームとかのやつにまた戻るから、時間が経てば。で戻ると、概要欄からメッセージをこちらから、概要欄があれば、こちら側からメッセージを送ることができたりとかするんで、まあそれのね、概要で出てるかどうか。だから一回戻ってもらって、これ。このパソコン用で見てるやつを一回戻って、アプリで見たときに、この概要とかこういうのがあるか。この概要が出ていれば、概要からメッセージ飛ばすことができるんで、こちら側は。それを確認してもらえればいいと。なるほど。いった感じになっております。まあ、最後のメッセージのところは、実際に当たった人と連絡取って、まあ、もしかしたらツイッターアカウントがいいっていうんだったらね、ツイッターアカウントを別に教えてもらえれば、それでも、DM でやり取りできるんで、それはまあ、どっちでもいいんですけど、まあ、とりあえず、なんかその YouTube で連絡取りたいよってことは、まあ、最後のね、このメッセージのやり方とかは、確認しておいてください。1番と2番の高評価とチャンネル登録してるのを確認するかっていうのは、アプリで簡単に設定することができるんで、それだけはしといてください、ということで、まあそんな感じでね、説明は以上です。はい、ということでね、今回はおもちゃ TV セカンドプレゼント企画、まあ、夏のね、ちょっと特別キャンペーンということで、プレゼント企画のね、紹介してきました。ちなみにこの動画は、はい、プレゼント対象の動画じゃないんで、はい、特に欲しいとかいうコメントはね、うん、しなくて大丈夫です。うん、でまあなんかやり方が詳しいやり方がわからないみたいな、なんかここら辺のやり方どうなってるんですかっていうのがあれば、コメントして質問してみてください。はい、おもちゃ TV の方でもねコメント欄に大まかな、ルールみたいなのはまた載せておくんで、そこら辺でまたちょっとチェックしてもらえると、ありがたいです。はい。